はい、速価塾のここでございます。まあ、いろんなものが値上げされて、特に今回は家計を直撃するようなね、そんな値上げが相次いでおります。食品ですとか、小麦粉ですとか、油。こういった日々少しずつだけでも確実に使うもののコストアップってのは、もうね、本当に打撃が大きいわけですよ。で、それに加えて、さらに値上げがあったり、増税が予想されてるわけですよ。 その上でこれ以上私たちができるこういったね節約のアイディアってもうないんじゃないかなと思いましたけども今日は情報倉庫でお話ししておりますなんとですね食品食品関係こちらの方を無料で手に入れるそんな場所があるんですよもちろん在宅のままで OK ですお願いとすればね転売目的ではやらないでほしいです 自分の家庭内で消費するものをタダで仕入れるという感覚ですよね。で、これはね、私がね、飲食業界に長くいたんで、ずっとこういう情報っていうのはあったんですよ。うん、ただ、最近はね、私飲食店やってませんので、あまり関心が向かなかったんですけども、これ、知らせたら多分、メンバーシップの方喜ぶんじゃないかなと思いました。あの、やっぱりね、数百円とか数千円のものがタダでもらえるわけですから、 現金が儲かれますよって話じゃないですけどもお財布を開かずに食材が入ってくる非常に助かりませんかこれすべての、ね、方にねメンバーシップに入ってもらいたいと思いますよす、うん、で既にメンバーシップに入っている方は早速利用してみてくださいじゃあメンバーシップの中でお話ししておきますメンバーシップは月額390円で利用できる YouTube の私の隠居 TV のサービスになっております390円がね高いと 思われるのはでででししょょうか安いでしょうだってメンバーシップに入ったら一つの情報が数千円とか数万円得する情報ばっかりですからねそれが毎月少なくとも1件多ければもっとたくさん送られてきます今のところね月間で1件しか送らなかった時はありません大体いい5件平均で送ってますので週に1本ぐらい入ってくると思いますよ3 9 0円高いと思いますまあ1ヶ月でもいいから入ってみてください 新聞みたいですけどね1ヶ月でいいから奥さん取ってよじゃないですけどね <laughs> 1ヶ月でいいんでメンバーシップ入って390円ねもう私に寄付すると思って投げてみてくださいそしたら最大限の恩返しをさせてもらいますそれがメンバーシップですじゃあ今回は食品をタダでもらえるそんなお話をしています一生ものですいってらっしゃい